はい、どうも哲学とです、今回はですね、ディアブロイモータル、10月25日の、アップデートについての詳しい内容がね発表されましたので、一緒に見ていきたいなと思います。まあ、今回シーズン19のバトルパス以外にもですね、なんと、レジェンダリーの、新アイテムがね42種類、追加されるということなんで、まあ、そこら辺もね詳しく見ていけたらなと思います。で、アップデートはですね、10月の25日の朝9時から11時までの2時間が予定されてますので、まあ、その間はね、ログインができないような形になりますので、まあ、その前にやり残したアクティビティはやっておくという感じですね。はい、じゃあ内容見ていきましょう。新しいレジェンダリーの装備ということで、今回42種類追加されるということで、難易度インフェルノ2以上でドロップするようになるとアイテムで、まあ、今サーバーの方ね、来週にはインフェルノ3にね、入ってくる人がいるかなという感じになってきたので、まあ、インフェルノ2以上で42個出てるというのはちょうどいい挑戦なのかなって感じですね。で、バーバリアンですけど、ウェイスオブザバーサーカーは近くの敵が出血しているときに激怒しダメージが 6% 増加するオフハンドですね。なんか出血スキルがちょっと多いのかなってさっきちらっと見てた時思ったんですけど、ヘルスホック、チェーンスピアは、時間の経過とともにダメージを与え敵に出血を引き起こしスタックすることができる貫通槍を投げるようになりました。槍は2回まで投げられますと。はい。で、次は、頭ですね。デモライズは、移動速度をブーストし、周囲の敵にダメージを与えコントロールや、操作障害効果の影響を受けなくなります。なはいはいはい、ライオンメイン、メインハンドか、デモライザー近くの敵も、爆発させ、継続的なダメージ増加を即座に解決しますと。はい。で、テンポチェンジパンツチェーンスピアの、チャージが1回増加した。はい。片当てですね、ワールウィンドが同じターゲットを3回攻撃するとターゲットを引き裂き 1.5 秒間、1秒あたり554のダメージを与えますということでね。なんかチェーンスピア系と、あとこれデモライズが何かな、これ強戦士のフンドかなあたりかな。うん、ちょっと面白いですね。デモライズとチェーンスピアが、強化されている。で、次ブラッドナイトですね。ブラッドナイトも、今2回目のレジェンダリー追加になるので、まあ最初の頃ね集めたレジェンダリー、60ストリーに比べて60種類に加えて、まあ、12種類なんで、72種類今、レジェンダリーがあるって感じかな。血まみれの、情報と、アボミネーションがアクティブな間、あなたの主な攻撃は敵に出血を引き起こし、3秒間、毎秒491のダメージを与える。はい。で、オフハンドの方が、リベンジは、ブリーディングの敵に追加の435のダメージを与える。はい。ホイーリングストライクが、再開3台3回まで、有効になり、各攻撃で敵に出血を引き起こし、敵を空中にノックアウトする。はい。ホイーリングストライクも3秒間ダメージを 10% 増加させるがヘルムに来ていると。スワーム・オブ・バツス、コウモリの共演かなは、自動的に、コウモリを送って出血している敵を攻撃するようになり、近くの出血している敵にダメージを与えるためにアクティブ化することができ、コウモリが戻ってきてあなたを回復させます。これなんか面白そうですね。ちょっと吸血ビルドの方もまたね、更新したいなって感じですね。溢れる洞窟群れ、コウモリの群れも、敵の、鎧を破壊し与えるダメージが、3秒間 10% 増加すると。面白そうですね。アボミネーションブリーディング。うん。はい。で、クルセイダーですね。注がれたブリームストーンヘル。性別は、自分自身と近くの敵にダメージを与える強烈な聖なる、炎を呼び出すようになる。はい。次、シールドグレアがあなたを、保護光で、包み込み、攻撃された時に近くの敵にダメージを与えて、盲目にするようになると。はい。で、パンツの方が、シールドチャージによりターゲットの場所にジャンプし、近くの敵を集めてダメージを与えるようになる。面白そう。はい。片当てですね。聖なる光のクールダウン時間は
アクティブ中に攻撃を受けるために1秒間減少し、最大4回トリガーされるということで、4秒間、減らすことができるって感じかな。聖なる光が、吸収シールドを付与するようになった。はいはいはい。で、メインハンドの方が敵からダメージを、受けると次の、スケアードファイヤーがヒット時に爆発し、近くの敵に489のダメージを与える。で、次、デーモンハンターですね。ヘルムの方が、セントリーは近くの敵を攻撃するために指定した場所に、シャドウアロータワーを召喚するようになる。はい。で、オフハンド。奏者は、影を召喚して近くの敵を攻撃しますと。こちら2回まで、利用できるという形ですね。はい。で、パンツの方が、ベジェランスをアクティブにすると5秒間フィールドが作成され、あなたと味方の召喚獣が 0.5 秒ごとに最大1つの追加のボルトを発射できるようになり、276の追加ダメージが発生すると。はい。で、メインハンド、スモークスクリーンが霧を発生し、あなたを瞬時に見えなくし、現在の操作障害効果から解放され、同時にノックバックの影響を受けなくなる。次が、片当ての方がセントリーの近くでナイフトラブ、ナイフの罠がトリガーされると、そのセントリーの攻撃速度が3秒間、30% 増加する。はい。で、チェスト、ベジェランスは内なる悪魔を召喚してターゲットを継続的に攻撃しますが、自動的に移動速度を増加させることはありませんということで、おお、結構セントリー系、まあセントリーなんか使ってみたけど、あまりなんていうかな、難しいなっていうところもあったりもしたんだけど、セントリービルドみたいなやつもね、作ってみるの面白いかなと思いますので、またね、アイテム集めたらやってみたいなって感じですね。はい、文句、ダークカバー、片当てで、光の波があなたと、周囲の味方を大きな、ゴールドベルで保護するようになり、アクティブ中にダメージを受けると、周囲の敵にダメージの波を生み出す。光の波の範囲が、20% 増加するがチェスト。オフハンド、ミスティックストライクのチャージが1乗増加する。パンツ、ミスティックストライクは敵に当たるとソウルエネルギーを投げて、ダメージを与える。ファントムを召喚して光を、敵を継続的に攻撃するようになった。はい。おっと、インナーサンクチャリーは、プレイヤーと召喚獣の移動速度と主攻撃のダメージを増加させるということで、まあ、送信のダメージとか上がるのかな。シャッタースポール、メインハンドですね。ミスティックアリーは、ソウルファイアとウィンドウを利用して敵を攻撃する2つの、スピリチュアルな実体を召喚するようになる。あ、これも面白そうですね。はい。で、次、ネクロマンサーですね。オフハンドの方が、コマンドゴーレムは周囲の敵に脆弱、性効果を、適用し、敵が受けるダメージを 8% 増加する、させるということで。なんか脆弱と聞くとね、ディアブロ4を思い出しますが、なかなか面白そうですね。はい。で、片当て、スケルトンメイジのダメージは敵に有効な様々なダメージ効果ごとに 10% から最大 40% まで増加するということで、まあ、敵へのね、デバフを積み重ねていけばいくほどダメージ上がるというので、これもね、ちょっと使ってみたいですね。で、ボーンアーマーはあなたとあなたの召喚獣に、霧のマントとして適用され、近くの敵にダメージを与えて冷やすと。これもなんか新たな召喚ビルド作れそうで面白いですね。はい。で、ヘルムですね。コマンドスケルトンは腐ったゾンビを、召喚し、近くの敵にダメージを与え、速度を低下させるということで。これ気になりますね。スケルトンくんが変化するのかな？これ。なんかね、ゾンビ召喚とかあまりなかったから。楽しそうですね。アクティブな場合、パンツ、アクティブな場合、ボーンアーマークリティカルヒット率を 20% 増加させるというところで。おー、これも結構強力ですね。メインハンド。ボーンスピアは敵の鎧を破壊し3秒以内に与える、クリティカルダメージを 35% 増加させると。結構ここでクリティカルヒット率、クリティカルヒットダメージ、パンツとメインハンドで、盛ることができるんで、まあ、召喚ももちろん面白いけど、まあ、キャスター系のビルドもね、強くなるのかなって感じですね。はい。で、次ですね、ウィザード、チェストですね。ライトニングノバが周囲のエリアに衝撃波を放つようになりました。攻撃を受けた敵はダメージを、受け続け、短時間気絶する。
はい、片当てですね。ディスインテグレートは範囲内の敵を攻撃し、敵の、愛を溶かすエネルギーの弾を放出します。おディスインテグレート新しい効果、久しぶりに来ました。でスロータイムによりヘルムがスロータイムにより攻撃速度、移動速度、スキル領域の効果と、継続ダメージの、クールダウンが増加するかな。はい、オフハンド、ライトニングノバのクールダウンが 15% 減少しますということですね。はい、でパンツですね。ディスインテグレートのクールダウンはターゲットに当たるたびに 1% ずつ減少し、最大3秒まで減少するということなんで、うん、ここら辺となんだろうな、ケイオスネクサスとか合わせると結構クールダウン早く回るのかな。はい、メインハンドですね。マジックミサイルは、敵に命中する3つのマジックミサイルごとに、爆発を引き起こし、そのエリア内に1099のダメージを与えるということで、うん、各クラスごとにね、また、新たな、レジェンダリー追加されて、うん、まあ、なんかまたね、今回の、レジェンダリーに焦点を当てたようなね、まあ、新しいビルドとかもね、組んでみようかなと思いますので、ぜひ、また今後の動画も見ていただけたらなと思います。で、昨日の更新ということで、チャレンジリフトのアップデートということで、シーズン2のチャレンジリフトは、現地サーバー時間の11月の6日の日に、午前8時に終了し、シーズン3を導入する。シーズン3ではチャレンジリフトの最大レベルが450に増加します。さらに、レベル381から410の難易度が低下するということで、まあ私も今ね、390、英雄の旅のね、アクト6が390クリアを、が条件になってるんで、チャレンジリフトの方ね、頑張ってるんですけど、結構上の方ね、まあ雑魚敵も含め、敵の体力むちゃくちゃ上がっちゃったりとかするんで、大変だなというところあったんですけど、まあ少し難易度が下がると。その代わり最大レベル450まで増えるよというところでね。まあチャレンジリフトもまあシーズン2、まだね、一度も参加されてないという方は、報酬受け取るためにも一回は、参加してみてほしいなと思います。そして、イモータルのウィークリー報酬の変更と、伝説の宝物を、保管するボルトの宝物庫の番人は金金への関心を高め、その広大な庫を強化していますということで、次の更新が行われますと、宝物庫の報酬で、改良された、装備が得られる可能性が向上した。はい、プレイヤーのチャレンジリフトにを使用して、保管庫にアイテムを追加する必要がなくなり、月曜日と土曜日のサーバー時間の3時に保管庫にアイテムが自動的に追加されるということですね。はい、あ、これあれですね。保管庫じゃなくて、宝物庫ですね。にアイテムを追加する必要がなくなると。で、利用可能なギアはイモータル分間のクラス分布により、比例すると。新しいルールはサーバー時間の10月30日3時に、発行するところですね。はい。で、戦場のルールの変更。コミュニティからのフィードバックに基づいて、プレイヤーがシーズン終了する前にシーズン終了報酬を受け取りたいと考えていることが分かった。これを変えるために、ランキングアップにさらに多くの報酬を追加しますと。プレイヤーはレジェンド、伝説ランクに、到達するまで、ランクアップするために最短増積を受け取れるようになった。また、バトルグラウンド級の級を変更し、級に登録されているプレイヤーがオフラインで亡くなった場合、試合が開始できないことを防ぐため、現在の級から削除されるようになったということなんで、エラー落ちの時なんかは、抜けた状態になるって感じなのかな。そして、ヘリクアリボスの、無敵フェーズの削除ということで、今回は、カタラーグとオホネンブを調整して、戦闘から、2つの無敵状態を削除してくれたということですね。で、ヨーロッパの夏時間調整ということで、はい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 。放浪者が太陽の暖かな表情を利用して1日最大限に、活用できるように、10月25日の定期メンテナンス期間中にヨーロッパのサーバー時間を1時間、遅られさせますということなんで。まあ、リセットがかかるという感じなのかな。遅らせるだから、4時までいられるって感じなのかな。はい。で、あ、これでもまあもしかすると日本サーバーとは違う話かもしれないね。ヨーロッパサーバーだからね。はい。破断面の調整。はいはいはい。サンクチャリのどのような場所では、
のような場所でどんなに強い精神力を持っている人間でも灼熱の地獄によって広がる容赦ない暗闇に迷い込んでしまう可能性があると、はい、彼ら心の最も深いところに閉じ込められていますと、はい、催眠に入ることは唯一の方法です。このイベントはサーバー時間の10月の27日午前3時から11月の3日、3時まで、開催されると、フラクチャープレーンはいくつかの変更を加えて再登場し、次のような方法で伝説のホールを強化しますということで、これあれですね、破砕された次元かの調整ですね。はい、カウントダウンチェストからレジェンダリージェムが、ドロップするようになった。これでかいね。はい、うん、セットアイテムボーナスが祝福として受け取れるようになった。そして祝福ルームとチャレンジルームを見つける可能性が増加した。装備のレジェンダリー付与が強化された。そして祝福が強化されたというところで、うん、ここら辺はどうなんですかね。まあプレイの時間とかだいぶね、まあ今12階層で短くなってきたりはしてるんですけども、なんかがこうその分いろいろと装備のね部分が強くなると、なんていうかな、複雑さも増しちゃうんで、まあまたちょっとなんていうのかな、プレイ時間が長くならないかはちょっと心配ですけど、またね、まあ2クラスぐらいはね、私も期間中に、チャレンジしてね、動画の方を出したいと思いますので、ぜひこちらも楽しみにしていただけたらなと思います。そしてシーズン19バトルパス破壊のスポーンということで、破壊の落とし子は闇の王を復活させようと卑劣な試みに、集まりますと。シーズン19バトルパスは10月の26日の、サーバー時間午前3時に、開始するという形になりますので、まあね、それまでに、シーズン18の、バトルパスの方は、ぜひ、報酬獲得を目指して頑張ってみてほしいなと思います。で、またね40ランクまでの間に、まあ紋石や、塚などの報酬が含まれていますよということですね。で、新しいランク報酬はエンパワードバトルパスで購入可能ということで、はいはいはい。あ、で、あれですね、コレクターズ版のバトルパス買ってる場合は、アーカイブショップからね、ローテーションコスメティック、まあ過去のコスメティックの、復刻なんかがされてますので、まあそちらの受け取りもやっておいてねということですね。はい、で、これは、まあ、シーズン19バトルパスは11月の23日の3時まで獲得可能ということになっているので、まあね、また新しい19、バトルパスの方も、楽しくプレイしていけたらなと思います。で、復刻イベントということで、まずは、夜勤さんのイベントの方ですね。はいはいはい。夜勤のイベントが10月の28日の3時から11月の4日まで行われるという形ですね。で、PVP のイベントの方も、引き続き行われるということで、征服者ですね。はいはいはい。こちらが、11月の3日スタートの11月の10日3時までという形になっているので、まあ、結構 PVP イベントね、まあ、毎週、特に、週末とかね、BP が、マックスになっちゃってやることないとかっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ結構ね、終盤も日中は、人が集まったりもしますので、ぜひ、週末を利用してやってみてほしいなと思いますね。あと、冒険者の道の期間限定イベントということで、はいはいはい。これもなんかちょっと前に来た、イベントになりますけど、11月の4日から、11月の12日まで行われると。冒険者の道のタスクを完了すると、功績に応じてゴールド、エンチャントダストおよび、配信素材を、獲得できますと。ね、はい。で、気になるのはこの地域固有のゲームの追加ということで、いかに、中国で利用可能なアップデートについて記しますということで、はいはいはい。非アクティブプレイヤーダンジョン削除機能ということで、各ダンジョンパーティーへのキック投票機能が追加されたと。プレイヤーゲーム内で長期間非アクティブな場合、他のプレイヤーはそのプレイヤーのアバターを選択し削除するための投票を開始できます。すべてのプレイヤーが同意した場合、非アクティブなプレイヤーが削除されますということで、まあ、エラー落ちとかね、そういう場合の対処、としてはいいのかなと思うんですけど、まあ、最近ちょっとね、クライアントの動作環境、まあ、お前の環境が悪いんだと言われたらそうなのかもしれないんだけど、若干、まあ、なんだろうな、不正対策のプログラムが入ったせいかわからないですけど、かなり重めな時とかあるんで、まあ、そこら辺の軽減もね、合わせてやってほしいなというところはありますが、この機能はまあね、非常に助かるかなって感じですね。特にクイック、
なんだ、ランダムダンジョンとかでね、まあ、固まっちゃった人がいた時とかには、こういった機能も、利用できるかなと思います。で、あとはバグフィックスの方が行われているという形で、まあ、こちらのね、公式サイトの方のね、URL は概要欄に貼っておきますので、ぜひ、パッチノートの方も合わせてね、確認してみてほしいなと思います。まあ、今回またね、42種類の新たなレジェンダリーが、追加されるということでね。まあ、やっぱり、レジェンダリーが追加されるとね、今までとは全く違う、まあ、ビルドとかね、そういったものも組めるっていう楽しさがあるかなと思いますので。まあ、またね、まあ、インフェルノ2、インフェルノ3に入っても、まあ、レジェンダリー収集の楽しみが味わえるっていう感じかなと思いますので。ぜひ、一緒に楽しんでいけたらなと思います。あとですね、このチャンネルの話にはなりますけども、ディスコードでね、ディアブロの、ディスコードサーバーのも運用してますので、もしね、なんかディアブロ4のプレイヤーも、がメインにはなりますけども、ディアブロイモータルの、をやられてるプレイヤーの方もね、何人か在籍してますので、まあ、なんだろうな、これからディアブロイモータル始めたいよっていう方は、ぜひね、うちのディスコードサーバーの方にも、参加していただけたらなと思います。はい、それではまたね、次回の、動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。